青コーナーより後藤博樹、棚橋ひろし入場。手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。赤コーナーより選手入場。秋山、ガンガン行け。タッグマッチ45分1本勝負を行います。青コーナー181cm 107kg、 棚橋ひろし180cm 90kg、 後藤ひろき。赤コーナー188cm 110kg、 秋山オリジナルレスラー。頑張れ。頑張れレフリーレッドシューズ運動。ゴングが打ち鳴らされました。さあ放送席、解説は山崎さんにお越しいただいております。一言両者を見ていただいて感想をお願いいたします。そうですね、両選手とも肌のツヤがいいですよね。いい練習をしてきたんじゃないですか。ああそうですか。あっとキャッチした、打たせません。ロックアップ、倒してまいります。スリーパーに捉えます。起こしてまいります。掴んだ、キックで返します。掴みます、逆にバックに回った、バックを取ります。エンズイラリアット、強烈ストンピングです。抱えます、逆に投げてまいります。ラフ殺法に転じます。
ラリアット投げ倒し。ヘッドバット。ガードします。コーナーに登って。ハンマーが襲ってまいります。テイクダウン。2位を落としてまいります。スタンディングを取らせます。気合を入れてまいります。小脇に抱えます。エルボーで返します。スイッチしてまいります。このポーズです。ランニングしたのネックブリーカー。ドロップキックを放ってまいります。腕を回します。この辺りのグランドサッポーなんですが、いかがですか？そうですね、こうやって攻めることによって自分の展開っていうんですか、ペースに持っていけますからね。あ、そうですか。バット返します。蹴ってまいります。腕をフックします。ブレインバスターで叩きつけます。相手を挑発してまいります。蹴りを見舞ってまいります。抱えます。リバースで返します。ロープブレイク組み合います。ロープに振って、あと後ろに投げ捨てます。起こします。腰を落とします。長田ロックで締め上げます。ロープに逃れました。腕をフックします。2位を蹴り上げます。この辺り一気にスパークしてまいりました。そうですね、気合が乗ってますよね。いいと思いますよ。足を狙ってまいります。行くのか。あと逆に丸めていった。腕を捉えます。こういう執着心よろしくですね。痛めつけられますと苦しいですよね。まあそうですけど、勝負ですからね、泣き言言ってられませんよ。そうですよね。パンチで返します。ブレンバスターに取ります。グラウンドに持ち込んでのネックロックです。リング内に戻ります。掴みます。させません。腕をフックします。あとリバースで返してまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。引き起こします。抱えます。ブレンバスターで切り返します。この辺りの攻撃いかがですか？いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。ストンピングを叩き込んでまいります。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。カバーの体勢。トゥーカウント。体を預ける。岸壁の母の胸に抱かれました。ガードした。もうレッドゾーン入ってますね。もうここまで来ると気持ちで打ってますよ。はい、ラリアット至近距離引き起こす。出た、エベレストジャーマン。ここでタッチだ。このポーズ、ラリアット場外に移行した。エクスプロイダー、いけるか。巻き投げで切り返した。起こした。蹴り上げていく。抱えた。ブレインバスターで投げつける。テキサスクローバー。リングに戻ります。いけるか。デンジャラスエリアから投げを見舞った。
すのか。あと逆に投げていった。片エビに持ち込む。カウント2で返します。組み合った。正面から投げを威張った。無重力状態からフラッシュリング。腕をフックした。エルボー強烈。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。さあタッチ。至近距離からのライアット。ロープブレイク。すごい音がした。強烈。そのまま耐え固め。ここでロープブレイク。ここでスイッチ。15分経過。腕をフックした。 DDT 打ち込んでいく。立たせていく。ハンマー気味のパンチ。
たせていく。顔面へのキック、エビに固める。カウント 2.5、 まだまだです。チョップ、腕をフックした。ボディスラムで叩きつけた。カバーの体勢、3つは入りません。ここでスイッチ、気合を入れた。25分経過35 minutes passed。ガードした、起こした。一気に両立するのか、抱えた、落とした。